皆さんこんにちは、プロボーラーの小林哲也です。こんにちは、小林よしみです。はい、今日は久しぶりに一緒に撮ります。揃いました。たまにしか揃わないけどね。はい、いやずっとね、ここ2週間くらいはズームで撮らせていただきましたけども、よしんプロのね、動画を見ながらいろいろチェックしたりとかして、結構たくさんの方に、見ていただきました。本当にね、最近なんかまたこういろんな方からね、見ていただいてる機会が多くて非常に嬉しいんですけども、まあ今日はせっかく二人で揃ったのでね、何しようかなって考えたんですけども、なかなか浮かびませんでした。でな冗談です。はい。はい、まあ今日はですね、皆さんがよく聞きたい、曲げるポイント。このことについてちょっとお話をしていきたいと思います。はい、はい、吉見プロ、曲げるっていうと何をこう意識することが一番ベストかなと思います？ね、前の動画でもお伝えしましたけど、まあ、私は回転の軸が一番、あれ大事かなと思います。お腹鳴ったでしょ。まあ、はい、はい、回転の軸かなと思います。まあ、回転数だったりスピードとのバランスもまあ大事ですけど、まあ、やっぱり最初は曲げると言ったら回転の軸、うん、回転の方向で曲がり方が変わってくるので、うんうんうん、まあ、そこがまずは第一ポイントかなと思います。うん、じゃあその回転の軸はどうやったら変えたりとか、どのタイミングでやるのがベストですかね？はい、これね、チャレンジマッチ回っててもすごい質問が多いことの一つなんですけど、どうやって手ターンするのっていう話を、はい、質問をいただくんですけれども、まあ、今までのね、動画に、こう、回転数を増やすためにサムダウンとか、こう、いろいろお話ししましたけど、今日は本当の基礎編です。すごい単純なことで、単純に、ボールが曲がる原理ですけれども、手のひらが前の方向を向いて、スイングをするときに、手のひらが前の方向に向いているものが、最後、体の横に来たときに、手のひらが、まあ、右利きだから、右利きの場合は手のひらが左の方に向くことによって、はい、ボールに回転が、まあ、回転がとか軸を変える、まあ、このアクションをかけるというかね、うん、はい、になります。なので、まあ、サムダウンとかいろいろありますけど、まあ、単純にボールの軸を寝かせるというか、はい、転がる、うん、曲がるように変えるには、はい、軸の向きを変えるっていう意味で、手をターンすることが大事なので、手の方向が前の方向に向いてスイングで、そこから手のひらが左を向くように、うんうん、左利きの人は逆です。手のひらが前方向向いてるものを体の横に来たら、手のひらが右も向くようにターンをしてあげるっていうのが、まずすごい基礎的な方法です。うん、はい、よくね、僕もこのペットボトルとかを使って説明したりするんですけども、まあ単純にこのペットボトルを、まあ、持ってる時、構えてる時から立てる、この動作ですね。まあ、ドアノブとかの話もしますよね。回す。このタイミングだけなんですね。で、それをどこでできるか、どこでやるかによって、ボールを回すタイミングとかが変わってきたり、親指が抜けるタイミングが変わってくることによって、回転数が上がったり、まあ、逆にね、力が入ってしまって、親指が抜けなくなってしまって、逆に曲がらなくなったり、っていうする原因にもなりますので、まずはこの基礎的なボールをターンする。これを必ず、やっていただきたいと思います。はい。で、このターンする場所が、まあ、先ほど体の横って言ったんですけど、うん、まあ、ターンをし始める場所は、スイングして、ボールが後ろから降りてきて、お尻の部分に来たら、手をターンし始めます。で、実際手がターンしきるのは、体の真横。かかとからつま先、スライド足のかかとからつま先の間で手がターンしきるのがベストです。ボールを持ちすぎてしまったり、あるいは早めにターンをし始めるとスピナーになったり、持ちすぎて手のひらがきちんと左の方向に向かずに上方向に向いてしまって、はい、そうすると縦回転になったりして、結果ボールが曲がらなくなります。最初に冒頭でもお伝えした、まあ、回転数だったりスピードも大事なんですけれども、どんなに回転してても、手のこのターンの方向が縦回転気味に手のひらが上に向いてしまうと、どんなに回転があっても軸が縦になると曲がりません。まあ、手前で反応して、こう緩やかに曲がるというのはありますけど、先のこういう動きが
減ります。なので回転数というよりはこの回転の軸の方向がすごく大切になるので、はい、もう大げさに言うと本当にボーリング初心者の方、回転がもう本当に大げさに言ってしまうとゴロンゴロンっていう回転しかしなくても軸がしっかりしていれば先でしっかりとボールが向いてくるのでよりピンアクションが良くなってストライクを取る確率が上がります。なのでこの手のひらの向きをどの方向に最後向くかっていうのがすごく大事なので、はい、意識してください。こう横でね回るように、はい、でどうしてもね女性とかまあお子様とかなんですけど、やっぱり力がねまだまだない人とかになってくると、この状態で構えてしまうとやっぱり力で負けてしまって、がこうやってね縦が強くなったりとかバックアップ気味になってしまう方もいると思うので、そういう方はこの状態ではなくちょっと最初から横にしてあげる、はい、もう極端で言えばこのままでもいいです。もう最後のフィニッシュの状態を作った状態で構えてもそのまま投げるだけでも全然ボールっていうのは動きって変わってきますので、ぜひね普段こうやって多分基礎はこうやって持ちましょうって言ってると思うんですけども、ちょっと横に持ってみてください。はい、親指抜けるかなって心配かもしれませんけども抜けます、絶対抜けます。なので安心して振っていただけたら勝手に抜けますので、そうするとこの軸が変わりますので自然とボールがオイルがなくなってから動くようになってきますので、ぜひね一度まだやったことない方とか、手首が弱いなとかっていう方はちょっと持ち方を変えるだけでも、ボールの動きっていうのは大きく、変わってきますので、練習の時にねやっていただきたいと思います。はい、はい、まあ、多分一番最初にボーリング教室とか習う時って基礎は親指を10時の方向とか、うん、11時の方向とかに向けて持ちましょう、うん、でそのまま握手するように振りましょうっていうのが基礎なんで、うん、今哲也プロが言ったのがその基礎です。はい、はい、親指がね10時の方向に向いてるってことは手のひらが左の方に、うんうん、まあ右の方は左の方に向いてますよね。でそうすると軸がこう横ちょっとつくので、はい、はい、そういうことで、はい、でできるようになったらだんだん手のひらが、うん、前の方向を向いてスイング、そのまま今度最後にターンするっていう風に、うん、はい、徐々にやっていただけたらなと思うので、はい、今日は本当の基礎です、うん、でプラス補足するとよく僕らが言う投げない方の手っていうのも大事なんですよね。でこの手でしっかりとボールを支えてあげる、はい、で力の割合っていうのは半分半分ぐらいでもいいと思います、はい、で感じてあげるとボールの重さっていうのはやっぱり力半分で済むので、リラックスした状態で持てますので投げやすくなりますし、力も入りにくくなるためターンもしやすくなります。やっぱ力が入れば入るほど手っていうのは回しにくくなってくるので縦が強くなってしまったりする原因にもなりますので、なるべくリラックスした構え方もそうですよね。遠くなればなるほど力が入るから構えてても握った状態が強くなってしまうので引っ掛けてしまったりとか縦が強くなってしますけども、やっぱ体の近くに構えていればリラックスした状態で、ボールを構えて、持つことができるので自然と手がターンしやすくなりますよっていう話をずっとしてると思いますので、ぜひね、皆さんも、そういった形で、ボールを曲げる、第一歩として、やっていただきたいと思います。でも、ね、本当にチャレンジ回ってると、はい、まあ、特にお昼の部とかに健康リーグに出てくださってる方たちが結構多く参加してくださるんですけど、うん、はい、多分この質問が1、2を争うんじゃないかぐらい。そうだね。どうやったらボール曲がるんですか、はい、そのターンってどこでするんですかっていう質問を多くいただくので、はい、はい、今日はね、はい、なんかもしかしたらそういう点で疑問に思ってる方が多いんじゃないかなと思って、うん、はい、動画にしてみました。はい。まあ、ということで今日は、ボールを曲げるコツ、タイミングについて、お話をさせていただきました。それでは、また次回も楽しみにしていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。コバ TV では、メンバーシップというものを始めました。月額990円コースと2990円コース、この2つを用意いたしました。詳しくは概要欄に貼っておきますので、皆様興味ある方はぜひ見ていただきたいと思います。それでは、皆様よろしくお願いいたします。